時は安土桃山時代、天正10年1582年6月の2日に起きた本能寺の変により、絶対的君主である織田信長、そして嫡子であり当主の織田信忠、2人を同時に失った織田家であったが、中国遠征中の羽柴秀吉の起点によりわずか10日後に逆進明智光秀の討伐をなせ、毛利家の庇護下にある将軍足利義昭や近隣の敵対大名が動き出す前にひとまずの混乱を抑えることはできた。しかし新たな当主の擁立問題、明智領、信忠領などの領土配分問題などに対応するため緊急の評定を執り行うことが決まり、信長の次男信雄、三男信孝、そして宿老らが尾張の国清洲城に集まった。この清洲への評定、俗に言う清洲会議にて騒動は収拾したかに見えたが、ここでの決定がその後の織田家を二分する争いに発展するとはこの時誰も思ってはいなかった。おじご、筑前から厄介事でも？うむ、まこと厄介事じゃ。まあ呼んでみよう。権六殿。権六殿とはあの猿め、おじごを見下した言い方を。あの明智光秀を撃ったのじゃ。そこは多めに見てやれ。厄介事はそこではない。織田家、中国遠征軍総大将兼逆進明智光秀討伐軍総大将代理兼織田家筆頭宿老候補。織田家筆頭宿老じゃと。あの猿め、おじごの上に立つ気か。まあそこも多めに見てやれ。厄介事はそこではない。羽柴筑前の神秀吉でございます。先にお伝えしました通り、緊急の表情を清洲城本丸屋敷にて6月27日美濃国より執り行いまする。猿め、日時まで勝手に決めおって。それはわしが依頼した日じゃ。さようでしたか。ああ、やつは20日を要望してきたな。宿老の一人滝川一正が光月から戻ることを考え、これでも伸ばした方なのじゃ。はあ、まあ続きを読め。織田家の当主には信長様が生前に定められていた通り、三法師様を世継ぎとすることでよろしくお頼み申します。猿め、世継ぎを勝手に決めおって。ちゃんと読め。勝手に決めてはおらぬ。すでに三法師様が信忠様の次の当主と決まっておったのじゃ。では何が厄介事なので。じゃから最後まで読めと申しておる。はは。領土については信忠様の身の地を三男信孝様に、尾張には次男信勝様、丹波には四男でわしの養子となった羽柴秀勝、明智領の西近江には丹羽長秀様、権六殿には北陸の地を安堵とし北近江を数おうとする方向で進みまするゆえ、よろしくお頼み申します。おじご、ここですな。厄介事とは、猿め、勝手に領土配分を決めおって何様のつもりじゃ。だわけ、明智討伐に何の功績もないわしに安土に近い北近江の領土を数おうじゃ。礼を言わねばならぬところじゃ。では厄介事などないではありませぬか。最後じゃ、最後。はは。最後に信長様の妹君お市様ですが、それがしが摂津の淀川沿いにお市場を築きまするゆえ、そこでごゆるりと余生をお過ごしいただきたいと。ほう、お市場良いではありませんか。よくない、摂津じゃぞ。あえてわしから遠ざけようとしておるのが見え見えじゃ。そこですか。親父様、大変です。またぞ、いかがした。北条が当家との同盟を破棄し、5万の軍勢で小津家へ侵攻、金久保の地にて滝川様の部隊と衝突し、滝川様は敗退。何、一正が負けたのか。して無事か。は、マヤ橋城を捨て三ノ輪城まで撤退したとのよし。安堵したぞ。一正はわしの味方となる貴重な表情集じゃ。ここで死んでもらっては困る。父上、上杉がまたも動き出しましたぞ。またか。はい、さっさ殿から早馬が入り、魚津城を奪った上杉の将須田光親がすぐ南の松倉城も占拠したと。そのまま富山城に侵攻する恐れもあり、さっさ殿は備えを始めたと。まずいな。またざは急ぎのとに戻り、さっさの小詰めとしていつでも動けるように追軍の支度を進めてまいれ。はは。森政も金沢城に戻り兵を集めておくのじゃ。かしこまった。勝政、わしは明日より尾張の清洲に向かう家越前のこと頼んだぞ。はは。父上、何故。
軍議にそれがしを呼んでいただけぬのですか。そなたはすぐに森政と喧嘩するゆえ軍議にならぬからじゃ。喧嘩ではござらぬ。森政とは見解の相違があるだけにございます。口喧嘩ならまだしも刀を抜こうとしたであろう。あれは頭に血が昇り。そういうことじゃ。それより勝豊は明日よりわしと共に尾張に向かうぞ。おお、久々のふるさとにございまするな。勝豊には清瀬での表情後に北近江への慰問を申し付ける予定じゃ。北近江は尾張への道中ゆえ新たな地をしっかり見ておくのじゃ。違法ですか。近江へは他に誰が。一門衆の中ではそなただけじゃ。尾張や安土、そして畿内にも近い知恵の国がえじゃぞ。もっと喜ぶのじゃ。父上から遠ざけられているように感じまするが。そんなことはない。わしの可愛い子じゃからこそ重要な地を任せるのじゃ。しっかり頼むぞ。はは。織田北陸軍総大将柴田勝家は越中に侵攻する上杉軍の動きを警戒しつつも、今後の織田家の諸々を決める清洲評定に参加するため越前北の省を立った。その頃、羽柴秀吉は後に柴田勝豊が国替えで入ることとなる近江の国長浜城に入り、清洲評定に向けた準備を進めていた。正則、違う。何度言ったらわかるのだ。何が違うと申すのだ。具足の入れ方を教えた通りにやらぬか。これでは長靴がいくらあっても足らぬぞ。うるせえな、2月なんだよ。そこらの兵卒にやらせておけばいいだろ。皆も摂津への国替えで忙しいのじゃ。城の具足を片付けるくらい手伝え。おい清正、槍は全て持っていかぬでよい。長浜城に置いていく。なんじゃと。槍を持たずしていかに敵と戦うと申すのか。こたびは戦に行くのではない、国替えじゃ。向こうにも槍はいくつもある。ならば命の次に大事な愛想十文字も置いていけと申すか。それは持っていけばいい。あれは良い、これはダメとややこしいぞ。三成、殿が探しておったぞ。殿はどこに。二の丸の船着き場で見かけたが。承知した。殿、いかがされました。おお、三成、当家が保有する琵琶湖の畑船はどれだけある。殿、琵琶湖の船を摂津に持っていこうと思っておられるなら、それは無茶でございます。分かっておるわ。もしもの時に備えておくためじゃ。はは。この長浜城、そして安土城、坂本城の畑船を合わせると150ほどかと。うむ、すべてを坂本城の港に移動させておくのじゃ。すべてですか。ああ、頼むぞ。ははん。秀吉様、領地替えの策定が大組終わりましたぞ。三輪長秀様、池田恒興様の承諾は得ておりまする。勘弁、大義じゃ。今後からの返答は届いておるか。は、北近江の廃領に喜んでおるとのこと。ははは、単純なやつよの。されど、お市様の件については難色を示しているとの。勘弁、声が大きい。どこで尾根が聞いておるかわからぬ。はっはは、領土内に城を築いてかくまってしまいたいお気持ちはわかりますが、厄介事になる危険性もありますゆえ。ああ、わかっており。まあわしに任せておくのじゃ。兄上、三河の徳川家康殿から清洲評定での委任状が届き、兄上の定めたことに概ね同意すると。概ねじゃと。織田軍が撤退した甲信の地を平定するべく軍を動かすゆえ、平定できた地は徳川領とすることを表情の場にて認めていただければという条件付きにござる。はは、徳川家康殿はしたたかよの。信長様が亡くなられたことで徳川家とは前ほどの絆ではなくなっておりますれば、あまり徳川を自由にさせすぎるといざ敵となった時に厄介な相手となりまするぞ。それもそうじゃが、今は清洲評定を有利に進める上でも家康殿を味方にしておかねばなるまい。信濃や会は旧武田の土豪が今も多く残る地、そう簡単に平定ともなるまい。殿、大変です。北条が道家との同盟を破棄し小津家に侵攻、滝川様の軍と決戦になり滝川様は敗退したとのこと。よし、吉報じゃ。兄上、織田が負けたのですぞ。どこが吉報なのですか。まさに吉報ですぞ。これで北条は小津家から信濃へ侵攻することが鮮明となった。毛利様や森様が撤退した信濃を北条と徳川が取り合う構図となり、魔性ゆえ徳川軍も兵しましょう。そして負けた滝川様は殿の嫌いな柴田様側のおかげ。勘弁、嫌いじゃないぞ、大嫌いじゃ。はは。その大嫌いな柴田様に味方される予定の滝川様が負けたのです。この後小詰めの見込めない小津家の地にていかに対処するかは分かりませぬが、3日後の清洲評定には到底間に合いますまい。
そういうことじゃ。よし、秀長、官兵衛はわしと共に清瀬へ向かうぞ。はは。他の者は引き続き国替えの支度を進めておくのじゃ。よいな。こうして羽柴秀吉もまた諸々の準備を済ませると清洲城へ向け長浜を立った。そして6月の27日、いよいよ清洲会議の日を迎えた。羽柴筑前、こたびの出馬へ大義ぞ。はは。筑前、我らの席はどこじゃ。当家の表情は、当主と宿老をはじめとする表情集での見取りを行います。信長様、信忠様がおりませぬ今、表情に参加できるのは柴田勝家、羽柴秀吉、池田恒興、滝川一益、そして拙者の5名。わしは父信長の次男ぞ。何を申す、次男はそれがしじゃ。滝川の席が空いておるではないか。そこに座るならよいか。いや、次の当主を定める重要な表情ゆえ例外を認めるわけには参りませぬ。それでよいな、権六殿。ああ、おたけの決まり事ゆえ。信勝様、信孝様は宴の間にてお待ちくだされ。ち、わかった。しかし、一益がおらぬのに進めてよいのか。これでも7日伸ばしたのじゃ。これ以上伸ばしては、織田家の威信に関わる。じゃな。さて、まずは、新たな織田家の当主じゃが。こちらへおいで。何？新たな当主は、信長様の着想な三本師様とするが、筋である。異論はござらぬな。異論はないが、三本師様は3歳じゃぞ。後見役が必要であろうが、いかにする。次男、信勝様を後見役とすればよかろう。いや、信勝様では少し頼りないぞ。わしは信孝様を後見役とするがよいと。信勝様は、次男、序列を高えてせるは何より秩序が乱れるもとにございまする。秀吉殿の申すことに理はある。じゃが、どちらも年は同じ。そして信孝様は山崎での戦いに参戦もしておった。ここは二人が後見役になるのはいかがか。なるほど。されど三本師様はお一人、どちらかの城に三本師様を置かれては災いのもとになるのでは。ならば三本師様は安土城に入っていただき、信長様、信忠様の元御家来衆に養ってもらうのはどうじゃ。じゃが、安土の天守や本丸屋敷は焼けてしまったぞ。本丸屋敷の修築は間もなく始まるところじゃで、それが終わってから入っていただけばよかろうか。うむ、それまでは安土に近い岐阜城に入られる信孝様が庇護すればよかろう。秀吉殿、それでよいな。よろしいかと。うむ、では次に領土の再配分についてじゃが、まず信勝様には現在の伊勢領に尾張一国を加える。信孝様は信忠様の旧領である美濃一国を、近江は北部を権六殿に、坂田軍や犬神軍を堀秀政、明智光秀の居城坂本城はそれがしが配慮し、明智残党の対応を担う。摂津には池田殿、伊賀には信長様の弟信兼様、他の河内、泉、丹波は秀吉殿。主だった配分は以上じゃ。これではあまりに秀吉に領土を与えすぎではないか。明智討伐の最大の功労者は秀吉殿じゃ。さらに西の毛利、四国の長宗我部の抑えを担ってもおるゆえ妥当にござろう。じゃが、畿内の大半が秀吉となるは反対じゃ。そして摂津のどこかにお市様の城を作るとも申しておる。そんな勝手な話は承諾できぬ。なんじゃお市様の城とは。お市様には安全な地にお住みいただくがよろしいかと。それがしが淀川沿いに城を築き、何故淀川沿いなのじゃ。琵琶湖沿いでもよかろうが。その琵琶湖沿いに野蛮な輩が入ってくるゆえ安全な摂津に移っていただくのですぞ。野蛮な輩とは誰のことを言っておるのじゃ。なんちゃら無双とかほざいている輩ですぞ。わしのことではないか。ここまで黙って聞いておったぬ。もう許さんぞ。猿の魂胆は分かっておる。いずれお市様を側室にし道家を乗っ取ろうと思っておるのであろう。ほう、お市様を側室にすることで何故おたけを乗っ取るという考えに至るのでしょうや。お市様との間に生まれた子を当主に仕立て上げる魂胆であろう。たった今三本師様に当主が定まったばかりですぞ。まあ二人とも落ち着くのじゃ。権六殿、お市様は信長様の妹君、兄を亡くして昇進もしておる。
新たな地で安らかにお過ごしいただきたいと願うのは、我ら重臣皆同じではないか。な、ならば越前北の将にお越しいただきたい。何、越前北の将じゃと？そこは権六殿の居城ではないか。ははは、何を言い出すかと思えば、お市様を嫁に迎える気なのですか？権六殿、そなたは今秀吉殿に対し織田家を乗っ取るつもりじゃとか申しておったが、同じことをぶつけられるぞ。わしは上様に誓って織田家を乗っ取るような考えはない。ただ純粋にお市様と夫婦になりたいと。秀吉頼む、これだけは認めてくれ。認めぬと申したいところですが、それがしからのお願いも飲んでいただけるのであれば認めても。おう、何でも飲んでやるぞ。越前ガニでよけりゃいくらでも持ってきてやるぞ。カニはいりませぬが、山城の国を我が領土と認めていただけるのであれば今義の件認めましょう。山城じゃと？そこはすでに秀吉ではないのか。権六殿、絵図を見てみよ。今日のある山城は三法師様が元服後に入る地として蔵入り地にしておるのじゃ。そうであったか。ならば三法師様が元服するまでの間であるなら構わぬぞ。では秀吉殿、三法師様が元服するまでの条件で山城を恥は領とする。代わりに権六殿とお市様の婚儀を認める。それでよいな。はい、悔しいですが祝福をさせていただきまする。池田殿、寝ておるのか？はっ、が考え事をしておったまで。ははは、もう表情は終わりですぞ。考え込むのも大概にしなされ。お、終わったのか？清水表情は山城の国を手に入れておきたい羽柴秀吉の思い通りに進んでいった。この山城を手に入れたことにより秀吉はさらに力を増していくことになる。表情後まもなく国替えとなった大名や家臣らは一斉に動き出した。そんなバタバタが収まった7月上旬、柴田勝家は岐阜城に向かっていた。権六、わざわざ岐阜まですまぬ。何を申します、権六はいつでも信孝様のお味方ですぞ。それよりもお市の方様との仲介役を頼んでしまい申し訳ござらん。何、おばうえとは長いこと同じ城におりましたゆえわしには心を開いておられる。安心せよ、間もなくここに参られる。な、なんと。勝家様、お久しぶり。お、お市の方様。柴田、権六郎勝家にございます。よく知っております。婚儀の件驚きましたよ。私ももう35、こんな年間な女よりももっとふさわしい方がおるというに。何を申します、権六目はもう60を優に超えておりまする。拙者の方が謝らねばならぬところ。私には3人の娘がおります。迷惑をかけることもありましょうが。問題ございません。炊事に洗濯など何もできませぬが。問題ございません。夜のお世話は絶対にしませんが。も、問題がございません。ならば勝家様、以後よろしゅうお願いいたします。はは、ははは、鬼柴田と言われたそなたもおば上の前ではガチガチになるのだな。はは、お恥ずかしい限り。それより三法師様をまだ連れておりまするが、安土の屋敷はひとまずの復旧は終えたと聞いたゆえ安土城に移さねば。いや、まだ移せぬ。どうせ秀吉はわしから三法師を奪いたいのであろうが、そうはさせぬ。わしは貢献役じゃ。安土城の完全なる復旧が終わるまで絶対に渡さぬと決めておるのじゃ。うむ、それならば権六も指示いたしまするぞ。猿は心の底では何を企んでおるかわからぬやつじゃ。思い通りにさせてはなりませぬ。何かありましたら権六を頼ってくださいませ。ああ、頼みにしておるぞ。は、柴田様。おお、数正無事であったか。そのやつれた姿を見るにやっと岐阜までたどり着いたといったところか。ああ、話せば長くなるから話さぬが、とにかくいろいろあった。うむ、尺が伸びるゆえ話さぬでよい。ああ、ところで表情はどうなった？安心せよ、カズマスの期待せ量はこれまでのままじゃ。そうか、安堵したぞ。厄介なのは猿じゃ。明智討伐を出せたゆえ自慢げにキーキー言い出しておるのであろうが。キーキーどころではないぞ。畿内より西の大半を秀吉が領することになったのじゃ。畿内じゃと？よもや山城までは入っておらぬよな。山城？ああ、最初は入っておらんかったが、
わし統一様との婚儀を認めさせる代わりに秀吉にくれてやったわい。な、なんと。なんじゃ、統一様との婚儀はまずかったか。山城の方じゃ。山城は久米か坊主しかおらぬ小さな国じゃ。大したことなかろうに。山城は政の中枢じゃ。そして河内は商いの中枢。そのどちらも秀吉の領土となっては、どんどん奴は力をつけていくぞ。ははは、農民上がりの口先のざるに政など百年早いぞ。秀吉は百姓上がりだけあって、信長様以上に身分を問わず有能な家臣を拾うことで有名じゃ。甘く見てはならぬ。奴に政はできぬとも、代わりに働く者は要求。まあ織田家としてしっかり働いてもらえるなら良いではないか。ははは。あ、祝言の日が決まったら文を出すゆえ、必ず来るのじゃぞ。おう、浮かれておるの。おじうえ、岐阜に長居はできませぬぞ。そうじゃな、伊勢まであと少しじゃ。参るぞ。大一の方との婚儀で頭がいっぱいの柴田勝家とは対照的に、事実上織田家の筆頭宿老となった羽柴秀吉は、信長の代わりは自分であるということを世間に知らしめるべく粛々と動いていた。兄上、阿弥陀寺はやはりダメだった。そうか、住職の勢力は葬儀を認めんと申したか。はい、すでに阿弥陀寺において信長様の供養は終えているとの一点張り。あの者は信長様の遺骨を持ち出せたなどと言ってもおったでの。さようでしたな。そこで同じ神領でも少し北にはなるが、大徳寺が引き受けてもよいと。おお、大徳寺があったの。あそこは信長様の父信秀公を供養した大梅院もある。うってつけではないか。さすが秀長じゃ。はは、賑やかですな。おお、早急殿、待っておったぞ。しかし、あの明智殿と戦った全能山の地に城を築くとは驚きましたぞ。うむ、ここなら今日にも境にも便が言うゆえな。羽柴様、ご要望の神輿と棺ですが、所望される金銀装飾、そして金車金鑑をあしらっては銭がいくらあっても足りませぬぞ。構わぬ、銭はいくらでも出す。とにかく豪華絢爛に信長様の葬儀を行いたい。あと蒼牛殿には香りの強めな香木も用意してほしいのじゃ。香木をと。うむ、香木で信長様に見立てた像を掘り棺に入れたいのじゃ。なるほど、では香木は人工がよろしいかと。早速手配いたします。うむ、とにかく絢爛豪華に頼むぞ。は、はは。筑前殿、今参った。常沖殿、呼び立てし申し訳ない。ああ、よいぞ。それよりも織田家の盛大な祭事とは何じゃ。極秘に進めておりゆえ、詳細を伝えておらず申し訳ない。実は信長様が亡くなって100日となる10月10日より7日間にかけて盛大な葬儀を取り行うつもりじゃ。おお、そうか。まだ正式な葬儀をしておらんかったが、早速にも信勝様、信孝様に。いや、常沖殿、これはわしが勝手に取り行う葬儀じゃ。もしや当主である三法師様を呼ばぬのか。ああ、信孝様が一向に三法師様を安土城に入れないゆえ、もしを三法師様とはできぬ。ならば筑前殿がもしとなるつもりか。それでは織田家としての葬儀に並んではないか。もしはわしの養子となっておる信長様のような秀勝に勤めてもらうつもりじゃ。なるほど。次男でも三男でもなく、四男を模試とするか。して、いかなる葬儀とするのじゃ。うむ、先ほど寺は大徳寺に決まった。それゆえ、この大徳寺から蓮台屋に向け、約半夜、棺を乗せた神輿がゆっくり向かう。その後、数千の葬列者が続く。数千の葬列者と、帝の葬儀に匹敵するぞ。ああ、そうなろうの。あの、信長様の葬儀じゃ。とことん豪華に、そして盛大にやらねばならぬ。されど、ここまでの規模じゃと護衛も必要であろう。ああ、信孝様や権六が横槍を入れてくるやも知れぬでな。それゆえ護衛には秀長を背につかせ数万の兵を集めるように指示しておる。今日に数万の警護兵が入るのか。それはそれで見物であるな。ははは、馬揃えの時のような光景になろう。まことじゃな。して常沖殿をお呼びしたわ。わしの養子となったそなたの次男デルマサに神輿の担ぎ手になってもらいたい意思を伝えたくてな。なんとそれは誉れなこと。息子も喜びましょうぞ。秀勝もデルマサを兄と慕っておりゆえ、若い二人に任せるとしようぞ。うむ、おっと、そうじゃ。
四国の長宗我部が動き出したぞ。蘇郷正康のこもる小隋城に2万を超える軍勢が向かっているとのことじゃ。長宗我部もどちか、いずれ戦わねばならぬ相手じゃが、今はまだその時ではない。常沖殿は茶臼山城の戦国秀久と共に淡路の監視を引き続きお頼みしたい。ああ、任せておけ。羽柴秀吉は信長が果たせなかった天下統一を成すためには、自らが信長の意志を継ぐものであることを知らしめる必要があると捉え、秀吉に組みする者のみで信長の葬儀を決行した。天正10年1582年10月の10日より始まった織田信長信忠親子の大法要は、予定通り京大徳寺にて盛大に執り行われた。中でも一番の目玉となったのが15日の葬儀であった。大徳寺を出た神輿の先頭には池田輝政、後方に喪主の信長四男羽柴秀勝、位牌を持つは信長の八男長丸、そして信長が大切にしていた名刀不動国行を持った羽柴秀吉が続く。その後ろを3000人とも言われる織田家臣の葬列者が2列で続き、さらに後方を京都内外の僧侶たちが宗派に関わらず付き従った。大徳寺から火葬場となる蓮台山ではおよそ3キロ、その沿道を羽柴秀長が仕切る3万の警護兵が守り、その様子を一目見ようと集まった群衆は数えきれないほどであった。そして無事葬儀も終わり、秀吉は大徳寺に戻った。羽柴筑前殿、まこと立派な葬儀となりましたな。これは関白一条様、お越しいただきまこと感謝申し上げまする。何の。信長公には生前大変世話になったでの、しかとお悔やみの言葉を申させていただいたぞよ。してお願いしておりました件は。おう、亡き信長公に11位太政大臣とする証を帝より賜ってまいった。これでよろしいか。おう、ありがたい。これで信長様が生前拒み続けていた位と職にお付きになられた。して朝廷への献金の件じゃが。うむ、分かっておりますぞ。近日中に5000貫を朝廷にお届けする手はずとなっておりまする。おう、5000貫と、なんと大盤振る舞いな。筑前殿にも近々位を授けるゆえ楽しみに待っておくのじゃぞ。ほほほ。相変わらず銭で簡単に動く方々ですが。そうよの、信長様は朝廷を軽視しておったが、銭で簡単に動かせるものなら使わねば損じゃねの。ほほほ。おっしゃる通りです。朝廷の力を借り当家に従わぬ諸国を下らせていくのも策略の一つにございます。口車戦法にも拍車がかかるといったところか。はい、まことそうなりましょう。さて秀吉様、こちらが葬儀に参加されなかった織田家内の大名豪族らの名となりまする。おお、さすが官兵衛、務めが早いな。ふむ、やはり滝川殿の家臣は誰も来ておらぬか。はい、予想通りでしたが、北伊勢、尾張、美濃、北近江、ここより東が柴田様に加担する大名と捉えられますが。うむ、やはり難儀は美濃の信孝様が未だ三本師様を安土に入れぬことじゃな。ならば当主を変えてしまうのはどうでございましょう。当主を変えるじゃと。はい、尾張に入った信勝様をこちらに引き入れるのです。なるほど、信勝様も信孝様が三本師様を手放さないことはよく思っておらぬでな。さようかと。いや、秀吉殿、立派な葬儀となったな。おう、庭様、ちょうど良いところに来られた。おなご遊びは申せぬぞ。おなごではございませぬ、おだけ当主のことにございます。三本師様が安土城に入られんことを申しておるのか。もしや岐阜城に奪いに行くとでも申すのではないだろうな。まさか信孝様が三本師様を手放せないのでしたら当主を変えてしまえばよいかと。こないだ清須で決めたばかりぞ、そうすぐに変えられるものではない。じゃが今のままでは織田家の方針が全く定まらず、ゆくゆくは敵対大名に足元をすくわれるやもしれませぬ。もしくは明智殿のような謀反を起こす者が現れることも。確かにこたびの葬儀で権六殿や滝川殿が秀吉殿と対立する姿勢であるのはよう分かったが、そこを何とかするのが我ら宿老の務めであろう。ならば清須表情の約束を一向に守らぬ信孝様を放置してもよいと。いや、それもよくはない。
じゃが、三法師様に代わり、誰を当主にするというのじゃ。無論、信勝様です。継承順でも筋は通っております。一つ間違えば、織田家を二分する争いになるぞ。元より覚悟の上です。いずれ権禄と戦う時が来ることは。本気なのか。これまでの織田家の強さは、一にも二にも信長様の圧倒的な求心力、情勢を判断する力と、決断したら即実行する天賦の才能、それを借りてしまった当家は、このままでは衰退するしか道は残されておりませぬ。信長様の描いた天下統一を成し遂げるためにも、織田家の海を早いうちに取り除かねばなりますまい。そのための当主替え。言わんとすることは分かった。しかし、その当主替えをいつやるのじゃ。今でしょう。この寺には、丹羽様、常沖殿、そして某の宿老3名がおります。強引ではありまするが、行使することもできるかと。都合よく御所もすぐ隣にありまする。朝廷に当主交代の申し出をし、信勝様、信孝様に直使を向かわすこともできましょう。なんとも強引な策ではあるが、こうでもしなければ通体ばかり大きい当家はまともに動かぬか。はい、では常沖殿を探しに行ってまいります。常沖殿は本堂で寝ておったで、緊急の表情はそこで行うとしよう。うむ。織田信勝、信孝、そして柴田勝家や滝川一政ら重臣を排除して執り行われた信長の盛大な葬儀に続き、秀吉は対立をさらに深める当主替えをあえて決行した。織田家当主が三法師から織田信勝に変わった知らせは、美濃の信孝や尾張の信勝に届き、そして間もなく越前北野少将の柴田勝家にも届いた。なんじゃこれは。当主を信勝様に変えたじゃと、秀吉めやりおったな。父上、それは誠にございましょうや。ああ、帝がお認めになったとの書状じゃ。秀吉、いや薄汚い野蛮猿め、天王山に勝手に城を築いたかと思えば、断りなしに亡き上様の葬儀、挙句の果てには当主はええじゃ。あやつのこれ以上の勝手な振る舞いを許してはおけぬ。親父様、筑前がまたも、そのご立腹な様子は。ああ、直光、わしも今知ったとこじゃ。もう許さぬ。明日にも出陣するゆえ、北陸の全城市に使いを出すのじゃ。兵を挙げるのは時期尚早にございまする。間もなく季節は冬。すでに加賀や越中では、雪も積もり出してもおりましょうゆえ。補給を考える上でも春を待つべきかと。待てぬ。いや、ここはこらえてくだされ。こちらが先に挙兵しては織田家への反逆とみなされまする。それこそ筑前殿の罠にはまったということ。ここは一旦筑前殿の本意を探り、織田家が一丸となる和議の道を。和議じゃと、何故わしから頭を下げに行かねばならぬのじゃ。冬が来るからにございます。春まで時を稼ぐための和議にございまするぞ。くそ、わかった。ならば、直光、交渉の使者を任せる。それがしだけでは、筑前との交渉には力不足かと。うむ、それもそうじゃな。ならば、秀吉をよく知る金森長近、そして、前田利家も使者とするならどうじゃ。それならば、よし、すぐに二人には使いを出すゆえ、時間稼ぎの交渉を頼むぞ。はは。何としても織田家を二分する争いを避けたい不破直光は、金森長近、前田利家と共に羽柴秀吉のいる山崎城に向かった。ご無沙汰しておる、羽柴筑前殿。羽柴筑前ではござらぬ。十五家羽柴左近衛少将秀吉である。な、なに、十五家の官職を得たのか。いかにも。なあ秀吉。左近衛少将秀吉じゃ。うるさい、わしらの中じゃ秀吉と呼ばせていただく。まあ好きにいたせ。秀吉の信長様を慕う気持ちはようわかる。されどこのような勝手な振る舞いを続けておっては、織田家が二分し、しまいには争いに発展しかねない。そうなっては近隣大名に隙をつかれることになるのじゃ。勝手な振る舞いと申すが、わしから信長様に何度も三法師様を安土城に移すよう願い出たが、そのお約束が果たされませんので、しぶしぶ信勝様に当主を変えたまでじゃ。これは丹羽様、池田殿も承知のこと。ならば何故柴田勝家様に相談せぬのだ。親父様なら信孝様を説得もできようものを。これを見てみよう。これは信孝様が
権力と通じておることを証明する密書じゃ。お市様との仲立ちを見返りに、信孝様のお味方となり、わしに抵抗することが記されておる。まことじゃ。見せてみよう。なんと、この書状をいかにして手に入れた。ははは、野暮なことを。野暮じゃと。信孝様が三本師様を手放さないのは、明らかに宿老である。それが死への抵抗。そして、その後ろ盾に、権力がおられる。これは明らかなことにござろう。ならば、信長様の葬儀はどう説明するのじゃ。織田家の葬儀というが、あれこそ柴田様を敵視する行為ではないのか。金森殿は何か勘違いされておりまする。あの葬儀は羽柴家が勝手に取り行ったこと。一言も織田家の正式な法要とは申しておりませぬ。そして織田家臣の皆々様にも声はかけております。あんな間際になって頼りが届いても動けぬわ。間際といえど、越前から今日までなら4日もあれば来れまする。法要は7日間行われておりました。来る気があれば参れましょうぞ。秀吉、これは親父様からことずかったことじゃが、親父様は秀吉と平人を交えるつもりはない。羽柴家と柴田家がこれ以上いがみ合わぬで済む道を探しにここへやってきた。それは秀吉もわかるであろう。わからぬ。なぜわからぬ。どうせ時間稼ぎの仲裁交渉をしに来ただけであろう。それは兵を挙げるにはまずは越中の上杉進行を抑え、そして冬を越えるのを待つ。差し詰め、そんなところであろう。ならば羽柴殿はこの先の織田家をどうしたいと。それを決めるのは当主織田信勝様にございますれば、それがしがどうこう言える話ではございません。柴田様が兵を挙げたなら。そうならば織田家のために迎え撃つしかございませぬ。ならばどうすれば。一刻も早く三本師様を安土に移させるよう信孝様を説得、そしてお市様と離縁し清洲にお戻しになることですな。さすればわだかまりも解けましょう。離縁は厳しかろう。お三方とも誠織田家のこと、そして領民のことを思うなら、権六殿か、それともそれがしか、どちらに委ねるべきか、組するべきかをしかと考えておいてくだされ。無論それがしに組していただけるのであらば、領土安堵をお約束しまする。これ以上話しても無駄であろう。越前に戻るぞ。ではこれにて。うむ、勘兵衛、偽書状の策は見事引っかかったな。あの書状を疑いもしなかったところを見るに、信孝様と柴田様は間違いなく手を結んでおりましょう。信勝様の説得はいかがじゃ。は、秀長様の家臣藤堂高虎殿、夏霞正家殿が終わりに入り、信勝様に当主の務めを解き、そして信孝様を敵とする扇動策も成功したと。うむ、上々じゃ。あとは兄弟喧嘩に割り込むだけじゃな。はい。羽柴秀吉と柴田勝家の織田家派遣争いに利用されているとも知らず、織田家当主となった織田信勝は当主の座を掲げ、三宝賞を奪還すべく意気揚々と信孝のいる岐阜城へ入った。織田家当主織田信勝じゃ。信孝はおるか。大きな声で入ってくるな。わしは当主じゃ。口の聞き方には気をつけよ。何が当主じゃ。汚い真似をしていただけであろうが。三宝師を囲い続ける信孝こそ汚い真似であろう。わしは貢献役じゃ。安土城の天使が立つまでは手放さぬ。安土に天使は立たぬと決まったであろうが。織田家当主は安土城天守に住まうが父の遺言じゃ。勝手に遺言を作るな。うるさい。どうしても三宝師を渡さぬのであらば、こちらも考えがある。おう、どのような考えじゃ。くじ引きで決める。くじ引きじゃと。なら、わしが三宝師を引いたら諦めるのじゃな。いや、わしが三宝師を引くまで何度でもやる。バカか。ならば相撲で勝負ならどうじゃ。相撲か。念のため聞くが、わしが勝てば三宝師を諦めるのじゃな。わしが勝つまでやる。だからバカか。何のための勝負じゃ。とにかく諦めて三宝師をわしに渡せ。断る。ならば本意ではないが、力ずくでも奪いに参るぞ。ははは、この堅牢な岐阜城を奪えるものなら奪ってみよう。おう、顔を洗って待っておれ。首じゃろが。三宝師を是が非でも手放さない織田信孝に、当主信勝は力攻めで奪うことを決意した。宣戦布告を受けた信孝は即座に柴田勝家に援軍要請の使者を送るとともに、尾張の隣国で同盟相手でもある徳川家康にも攻撃の要請を放った。また信勝も同じく秀吉に報告するとともに家康の援軍を要請したのだった。信勝、信孝、
どちらからも援軍要請をされた徳川家康は甲斐信濃の制圧をなせた天正神武の乱を終え居城浜松城に戻ったところであった。殿、それでは明日より信濃の統治へ向かいまする。うむ、信濃はまだまだ当家に従わぬ武田残党もおる。慎重に頼むぞ。はは、してその書状は織田家からの？ああ、尾張と美濃で兄弟喧嘩になりそうじゃ。どちらからも援軍要請が入り困っておるところ。織田家内での揉め事には介入せぬことですぞ。介入しても当家に利はございますまい。うむ、そうじゃな、丁重に断っておくとするぞ。それがよろしいかと。では。殿、大変じゃ。徳姫様が北条への腰入れを嫌がり屋敷内で暴れておりまする。なんと困った娘じゃ。うむ、すぐ向かう。織田信勝、信孝が期待する徳川家康は参戦には利はないと判断し動かずに終わった。それから間もなくして毛利の庇護を受けている室町幕府将軍足利義昭のもとに柴田勝家からの密使が入った。その知らせを聞いた将軍はすぐさま毛利輝元の居城吉田郡山城に向かうのであった。輝元殿はおられるか？これはご無沙汰しております。元将軍。まだ将軍じゃ。おっと、これはご無礼を。それよりも織田家内で柴田勝家と羽柴秀吉が揉めておるそうじゃ。ええ、そのようですな。先日羽柴秀吉からの援軍要請の使者が参って知ったとこじゃ。秀吉からの援軍要請じゃと？わしの元には柴田勝家の使者が参り西から秀吉領へ侵攻してほしいと。どちらからも味方になれとの申し出か？これは備中や美作の丘陵を奪還する好機やもしれぬ。四国の長宗我部は信長死後四国制覇に向け動き出しておると聞く。そごうを沈め淡路から播磨へ侵攻する動きであろう。羽柴秀吉は主力を東に集結しておる。公方様の部隊と当家の主力が備中や美作へ侵攻すれば丘陵を奪うはたやすかろう。羽柴秀吉との和議を保護にすると丘陵を回復するには羽柴や浮田と戦わざるを得まい。兄上、まだ織田家内で戦が始まったわけではありませぬぞ。戦にならず和睦となる道もありまする。今羽柴に敵対する動きを取るはあまりに危険じゃが、そもそも秀吉との和議は信長の死を知らずに結んだもの。死を知っておればあのような和議は結んでおらんかったはずじゃ。それでも和議を結んだことは事実。それを半年も経たず保護にしたとあっては毛利の名に傷がつきまする。盛り上がっておるの？和尚、ちょうど良いところに来た。羽柴に援軍を出すか、柴田に味方し羽柴領へ攻め込むか、和尚ならいかに？静観がよろしかろう。静観、すなわちどちらにも味方せぬと。はい、当家は織田家と和議を結んだのです。羽柴家でも柴田家でもなくじゃ。それゆえ織田家内での揉め事に介入するはよろしくなかろうかと。後に動かなかったことを責められ切腹など言われはせぬな。ははは、それはございませぬ。ならば当家は静観といたそう。なんじゃ、またも動かぬのか。もうよい、わしは帰る。徳川に続き中国の毛利もまた静観を決め、近隣の大大名を巻き込んだ騒動に進展するには至らなかった。その知らせは摂津兵庫城に入った秀吉に続々と届いた。去る、信孝への交渉は決裂に終わった。尾張に戻った信勝は清洲城、小牧山城、犬山城に兵を集め戦支度を始めたとのことだ。うむ、知らせたいに。引き続き美濃と北近江の動きを探ってくれ。シャワネエレナ。おい、草の者に猿と言われておるのか。サスケは特別じゃ。信長様が頼りにするほどの優れた忍びゆえな。おう、信長様を呼び捨てにしていた忍びとはあやつか。そうじゃ。秀吉様、毛利家が静観するとの書状が届きましたぞ。うむ、権六や信孝からも加勢要請が入っておろうね。賢明な判断じゃな。はい、これで徳川と毛利は兵を動かさないことになりましたゆえ四国の長宗我部からの侵攻にのみ備えておればよろしいかと。うむ、常置殿、戦国秀久の有馬衆とともに淡路へ入り長宗我部の動きを見張ってもらえぬか。かしこまった。兄上、近江に入った曹洞高虎からの知らせが入りましたぞ。おう、柴田勝殿の調略の件じゃな。はい、官兵衛殿の見立て通り北近江領に入った柴田勝殿は同じく柴田勝家の養子勝政や甥の佐久間盛政と仲が悪く勝家から遠ざけられておるようで、商人に扮した大谷義継が勝豊に酒を飲ましたところ
柴田家と縁を切る覚悟があると漏らしていたと。よし、義継大義じゃ。勘弁、美濃の稲葉一徹や斎藤時孝の調略はどうじゃ。まだはっきりとした返答はいただいておりませぬが、情勢次第で当家に配ってきましょう。ならば、下るしか道はないまでの情勢に持っていこうではないか。勘弁、皆に策を。はは。今は11月下旬、すでに北陸は大雪とのことゆえ、柴田北陸軍の動けぬ間に決着をつけまする。まずは秀吉様を総大将とする本隊2万は中山道を北に堀秀政が待つ沢山城に入り、坂本城から立った丹羽様の水軍とともに柴田勝友の長浜城を包囲、降伏せぬ場合は力攻めとなります。一方、羽柴秀長様を大将とする後発隊1万は関ヶ原を越えた先の養老海で当主信勝様の部隊と合流。まずは大垣城、曽根城などの西美濃州を従える稲葉一徹の調略からとなります。調略がならぬ時は本隊の到着を待ち、合流の後力攻めとなりましょう。尾張犬山州は中美濃からの抑え、小牧州は木曽川を渡ったあたりに布陣し、岐阜城に睨みを利かせておきましょう。あとは信孝様の出方次第でございますが。うむ、進軍はこの通りじゃ。おう、されど勘弁、一つ謝っておるぞ。どこに謝りが。こたびの戦、総大将は当主織田信勝様じゃ。さようでしたが。よいか、皆の者、こたびは当主信勝様からの命により信長様のご嫡孫三法師君を救出する戦であり、おう、敵は同じ織田家の者なれど躊躇してはならぬ。城を抱けば逆にやられると思え。先発隊は明日兵庫を突つ、後発隊は明後日とするゆえ各自支度に入るのじゃ。羽柴秀吉は当主織田信勝からの要請である織田信長から三法師を取り戻せを大義名分に掲げ、柴田勝家との勢力争いに先手を打つ動きを始めた。かつての居城長浜城にたどり着いた秀吉は徳勝寺日本陣を構えると、城の東を堀秀政、中川清秀、高山右近の部隊が、琵琶湖からは丹羽長秀の水軍が囲み、完全に城は包囲された。そして秀吉の命により大谷義通が報復勧告の使者として長浜城に入った。お通しいただき感謝いたします。拙者羽柴左近衛少将秀吉の家臣大谷義継と申します。そなたは先日鉄砲商人じゃと申しておったものか。いかにも、顔を覚えておいでならば、あの時申していましたことも。父柴田勝家からの離反のことか。いかにも、同期の軍勢が城を囲む際も一切の抵抗をしなかったところを見るに、すでに心はお決まりなのでは。ゲホゲホ。いかがいたした。どうも、余命短き体のようじゃ。それゆえ抗う気も起きぬ。すべてそなたの申し出に従うとするぞ。ゲホゲホ。わかり申した。領土はそのまま安堵とするゆえ安心なされよ。ああ、羽柴様によろしゅうお伝えくだされ。うん、ではこれにて。こうして柴田勝豊は何の抵抗することもなく長浜城を開城し、羽柴秀吉に下った。義継、柴田勝豊の調略まこと見事ぞ。褒美にわしの大事にしておる陣羽織を授ける、家宝とするのじゃ。秀吉様、試算申し訳ない。おう、純慶殿、大和からわざわざ来たか。秀吉様には領土安堵と多くの大和陣営の寄進もいただき感謝しております。兵三千なれど存分に戦ってみせましょうぞ。うむ、心強いぞ。秀吉様、別動隊は関ヶ原あたりを進軍中との知らせが入りました。よし、長浜城は庭様に任せて我らは美濃へ向かうぞ。清津会議の場で柴田勝家に配分された北近江の地であったが、他の家臣との反りが合わないなどの理由で柴田勝豊を北近江に配属したのが間違いであった。勝豊はあっさりと秀吉に降伏すると、北近江領は羽柴方の勢力圏となった。秀吉は翌日には美濃へ向け出陣し、当主織田信勝と羽柴別動隊が待つ養老に向かった。その知らせは間もなく岐阜城の織田信孝に届いた。何、柴田勝豊はあっさり降伏したじゃと。はい、長浜の羽柴本隊2番は美濃へ向け進軍中、西美濃の養老では信勝様の主力と羽柴別動隊合わせて2万がすでに布陣しております。くっ、
秀吉の本体と合わせると4万にもなるのか。信孝様、棒状を張るのもここらで終わりにしましょうぞ。いや、信勝や秀吉に頭を下げるようなことはできぬ。父や兄が気づいた岐阜城は堅牢じゃ。早々には落ちぶりへ権六の援軍が来るまで耐えてみせるぞ。ならばお好きになさいませ。岐阜の前に攻められるのは我が領土。これ以上信孝様に従うことはできませぬ。さらば。稲葉。なぜじゃ稲葉。すでに黒田官兵衛の調略で心が揺らいでいた稲葉一徹であったが、4万もの兵数、そして義のない戦いに家臣や領民を巻き込むことはできないと判断し、橋場方へ寝返った。美濃の有力同胞である稲葉一徹の離反の影響を大きく、斎藤道佐の子でもある梶田城の斎藤利孝をはじめ多くの同胞が信孝の元から離れた。稲葉一徹にございます。これより西美濃州は織田信勝様に従いまする。うむ、これからは当主であり世のために働いてくれよ。はは。一徹殿、久しぶりじゃ。おう、秀吉殿。いや、秀吉様じゃな。秀吉でよいぞ。これより岐阜城攻めへと向かう。西美濃の州には先鋒を務めてもらうゆえ、室中に。うむ、信長様と共に岐阜城を攻めた時を思い出しましたぞ。おう、懐かしいの。あれから15年も経ったか。60年の頃じゃで、そうなが。さて、あの頃よりも元老となった岐阜城じゃ。簡単には落とせまい。いや、白北の長良川に面した水の手ぬるわを奪ってしまえば、水が断たれ、いずれは降伏しましょう。うぶ、さすが一徹殿じゃ。下手に力攻めして三本師様を殺めてしまってはいかぬでな。その策で参ろう。ならば先導を捕まつりまする。よし、総仕上げの岐阜城攻めに向かうぞ。物ども出陣じゃ。西美濃州をはじめ各地より続々と援軍が加わり、岐阜に向かう頃には6万を超える大軍となっていた。西、北、南の3方向から進軍する織田信勝橋場連合軍に、わずか2000ほどの織田信孝は岐阜城での籠城戦を選択した。敵は大軍といえど恐れるでない。山城の強さ見せてやるのじゃ。森からの伏兵に備えよ。大手道は敵の罠がありゆえ使ってはならぬ。尾根伝いに進むのじゃ。さすがに水の手には城兵が多いな。無理して突っ込んではならぬ。鉄砲と弓で威嚇して進め。2000の城兵は押し寄せる大軍を何とかしのぎ、10日間耐えることができた。しかし岐阜城の生命線である水の手が橋場軍に抑えられ、城内の水が断たれた。水来るわな、陥落。何、水の蓄えはどの程度じゃ。持って5日にございます。それだけか。殿、敵兵が続々と山を下り撤退しております。撤退ではなかろう、兵糧攻めに入ったということじゃな。橋場の軍師黒田官兵衛と申す使者が殿に謁見をと。うむ、通せ。はっ。信孝様、ご無沙汰しております。うむ、そなたとは明智光秀討伐の時ぶりじゃな。さようですが、さて、こたび参りましたのは三法師を迎えに来たと言いたいのであろう。さすがは信孝様、お見通しですが、今三法師様をお渡しいただければ信孝様のお命、そして領土は奪いませぬ。ただし当家の部隊が信孝様を監視させていただきまするが。わしは父信長の子ゆえ潔く切腹と申したいところじゃが、三法師の後見役でもある無念であるが、そなたの申す通りにいたす。三法師様は確かに受け取りました。では城の開城を申し付けくださいませ。ああ、皆の者、わしの負けじゃ。武器を捨て城を開けよ。こうして岐阜城攻めが始まって10日後の12月20日、織田信孝は最後の切り札であった三法師を手放すと織田信勝に降伏した。そして稲葉一徹、斎藤と下からの軍勢が監視する城下の屋敷に入れられ、軟禁生活を送ることとなった。この一報は尾張の国すぐ西の北伊勢長島城に詰める滝川一益に入った。なんじゃと、もう岐阜が落ちたのか。おじうえ、こうも早く終わってしまっては和忠殿が進めておる策を止めさせねば。いや、権六が雪解け後に近江へ進軍することは決まっておる。秀吉の兵を分散させるためにもこの策は決行するしかない。わかりました。ならば少しでも多くの城を落とす必要がございましょう。それがしの部隊も和忠殿の援軍に向かわせてくださいませ。うむ、この長島は早々には攻め込めまい。わしの本体のみでも守れよう。ならば
マスシゲ、年明け早々にも出立とせよ。ははい。柴田勝家に味方する滝川一正は、織田信勝を擁して羽柴秀吉が兵を挙げることを事前に察知すると、勝家が雪で動けない間、秀吉や信勝の目をそらすための陽動策に動いていた。そして天正11年、1583年1月上旬、滝川一正の策が発動した。滝川一忠、滝川松重率いる北伊勢州が、秀吉傘下の伊勢の各城に攻め込んだ。まずは北条からじゃ。上司は織田とのこと、奇襲で一気に脅すぞ。かかれ。多くの城が身の攻めに兵を出しているため、城兵の数は多くなく、あっという間に北条は落ちた。和手殿の城攻め見事じゃ。おう、増重、援軍かたじけない。わしは、北の峰城を攻め申す。うむ、頼んだぞ。よし、我らは川を渡り峰城を目指す。ついてまいれ。増重は相変わらずですが。と、年増殿、何故ここにおられるのじゃ。前だけに養子に行っておるのでは。まあ、いろいろありましてな。さて、お次はどの城で。だ、亀山城じゃが。亀山ですな。そこなら、接尺取りで十分ですぜ。和忠は、その先の石城へ向かってくださいな。では。一人じゃ無理ぞ。年増を追うぞ。続け。滝川軍の奇襲攻めは成功し、峰城、亀山城を次々と陥落させていく。一騎当選の歌舞伎者とは拙者のことじゃ。死にたい者は出てまいれ。メイドの土産に朱槍の真髄をお見せしよう。おりゃあ。物足りんぞ。歯応えのあるものの符はおらんのか。おりゃあ。あれは化け物じゃ。勝ち目はない。逃げろ。前田利正、別名前田慶次の活躍もあり、東海道沿いの関城、新序城、兜城を次々に陥落させていった。滝川強兵の知らせは、間もなくして長浜城に戻った羽柴秀吉に届いた。滝川はやっと動いてきたか。少々、思惑よりも遅くございましたが、されど。尾張ではなく、今や南大海、その先の大和を狙っての進行。まさに、我らの目を南に向ける策でありましょうな。そうじゃな。ならば、権六をおびき出すか。はい。当家の軍勢が伊勢に動けば、雪解け早々に北大海へ攻めてきましょうな。うむ、官兵は南大海の蒲生氏里に滝川勢の進行を食い止めるよう使者を頼む。はは。純慶殿はおられるか。お呼びでしょうや。うむ、滝川軍が伊賀や大和への進行を企てておりやもしれぬ。急ぎ郡山に戻り、大和州を従え、伊賀の丸山城に入り、滝川軍に備えてもらいたい。承知しました。堀秀政はおるか。は、そなたの部隊はこの長浜城に残り、越前の動きを見張っておくのじゃ。必ず権六は動く。この世を越えさせてはならぬゆえ、北陸街道の見張りを強化しておくのじゃ。かしこまった。よし、残りの本隊、そして織田信勝様の部隊は伊勢長島に向かう。参るぞ。羽柴秀吉は即座に動いた。南近江で待機していた蒲生氏里を伊勢別動隊として出陣させ、東海道を東に伊勢の落とされた城奪還に向かわせた。そして秀吉本隊も主力を従え、長浜城を立ち、揖斐川沿いを南下、滝川一正のこもる長島城に向かった。敵に川を渡らせるでないぞ。弓隊は射程距離に入ったら一斉に追いかけろ。砲術隊は船板を狙うのじゃ。船の数が足らぬか。この数では鉄砲の的にされるだけじゃな。ここは長島一本門とか二度の徳永沢を撤退させたち、ましてや季節は冬です。この太い木曽川と長良川を渡るには相当の犠牲が伴いましょう。まずは鳥羽の敵水軍を呼び寄せましょうぞ。うむ、日の毛までに落とせばよいで焦ることもないな。よし、敵水軍の要請は頼むぞ。はは。長島を囲む羽柴軍、織田信勝軍は総勢の2万。それに対し、長島にこもる滝川一正は5000程度。しかし、百姓や女子供の協力も得て、滝川軍は羽柴軍の進行を食い止めることに成功する。この伊勢の情勢は、雪が溶け始めた越前にようやく届けられた。ははは、一正、見事じゃ、父上。
滝川様が秀吉の首を取ったので、それならば飛び跳ねて喜んでおるわい。じゃが7万の猿軍団が長島攻めで苦しんでおると書かれておる。7万が伊勢にいるとなると近江は手薄でございますな。早いところ北近江を奪還しましょうぞ。そうじゃな。しかし勝豊を北近江に入れさせたは誤算じゃった。あやつはわしへ援軍要請なく降伏しよったからの。降伏したのではなく寝返ったのでしょう。恩知らずの勝豊ならありえまする。まあ過ぎたことよりこれからじゃ。よし、雪解けを待ってはおられぬ。金森、倉之助、佐久間、又座、不破に急ぎ北の庄へ参陣する旨を申し伝えよ。さっさ倉之助殿も呼んでは。越中の守りが手薄に。越後は豪雪じゃ。上杉は5月まで動けまい。敵は秀吉ですぞ。さすがに夏前には戻れないかと。ならば倉之助は上杉の抑えとして残しておくか。では各将に早馬を飛ばしまする。頼んだぞ。柴田勝家は秀吉が伊勢で滝川軍に手を焼いていることを知ると、それを好機と捉え、雪が溶ける前の2月下旬、秀吉との決戦を想定した勝家の主力3万が越前北の庄を立った。その動きは間もなく北伊勢の多度山に布陣する羽柴秀吉に伝わった。さり、柴田勝家が動いたぞ。何、雪解けを待たずに動いてきたか。兵はいかほどじゃ。3万ほどだ。兄上、長島城の攻略はまだ時がかかりそうですぞ。今近江に向かっては高校の上となります。分かっておる。ここまで滝川軍がしぶといとは思わなんだ。ここは兵を分けるしかござらぬかと。織田信勝様の尾張軍1万5千を滝川軍の監視に残し、伊勢亀山城に向かっておる山内勝豊隊、孫氏里隊合わせて5千を引き続き城奪還の部隊として伊勢に留め、残りの5万で近江に向かう。うむ、当家の主力5万がおれば勝てましょうぞ。よし、官兵衛の申す通りで参ろう。して官兵衛、決戦はいずことなる。柴田様は山岳戦を得意としております。おそらく北近江に抜ける手前のこの横湖周辺の山岳地帯におびき寄せて襲う策を打ってくるかと。やはりそこか。権力無双を発動されては厄介ゆえ、この道義山と佐根山に砦を築き、そこを結ぶように土塁と柵を設けて敵の出方を見るか。それがよろしいかと。よし、佐助、長浜町の堀秀政に砦と柵作りを急ぎ進めるよう伝えてまいれ。銭や米はいくらでも用意する。妊婦を雇ってでも早急に気づけとわしが申しておったとな。わかったぜ。では皆の者、我らはこれより雌雄を決する決戦に向かう。明智光秀討伐戦よりも激しい戦となろう。じゃが勝てば信長様の夢見た天下統一に大きく近づくことになる。よし、今晩中に宿の陣は引き払い、急ぎ北近江へ向かう。遅れるんないぞ。ついに織田家の二大勢力が雌雄を決する戦いに挑むべく北近江に向け動き出した。柴田軍は山道を雪解けを待たずの進軍でもあり、速度は上げられず羽柴軍が先に北近江に入ることとなった。天正11年1583年3月の12日、秀吉の指示で先に余呉に入っていた堀秀政は道義山砦、佐根山砦を築くと、北陸街道を含めた500メートルほどの平野部を東西に一直線に土塁と柵を作り上げた。まさに巨大な関所であるかのようであった。その後続々と到着した羽柴軍は軍師官兵衛の指示に従い、道義山に木下和元隊、すぐ西の新明山に木村重惚隊、少し南の岩崎山には高山右近隊、その南の大岩山には中川清秀隊、北陸街道を挟んで東の田上山には副将の羽柴秀長隊、余呉湖南の静ヶ岳には丹羽長秀の家臣桑山重春隊、最後に木本の地に秀吉の本陣が置かれた。一方、柴田軍の先鋒として北近江に入ったのが金森長親隊であった。道義山砦から北に1500メートルほどの天神山に砦を築き陣を張ると、すぐ北の別所山には前田利家隊、その東後方柏谷山には不破直光隊、西後方行一山に佐久間盛政と柴田勝政隊、そして柳瀬山の現場王城に柴田勝家の本隊が入り本陣を置いた。殿、羽柴秀吉は木の元に本陣を置いたとのこと。敵の総数はおよそ5万、
各砦から動く気配はございませぬ。うむ、長期戦を想定した布陣ゆえ、迂闊には動けぬか。おじご、わしの部隊に出陣の命を。わしが、この西の山を迂回し、新明山砦を奇襲します。さすれば、道義山砦の兵が援軍に動きましょう。手薄となった道義山砦を金森隊が奇襲し奪う。この砦が奪えれば、遮断しておる柵も外せましょうぞ。なれど、岩崎山の高山隊が援軍に来よう。森政の部隊は強撃を食らい、壊滅となる恐れもある。拙者、撤退は得意としております。巷では、ロキ佐久間と呼ばれ。それは、佐久間信盛の異名じゃ。そなたのことではない。まだ戦は始まったばかり。まずは敵が動くのを待つのじゃ。はは。両軍睨み合いのまま時は過ぎ、退治から7日ほど経った頃、橋場陣営が動き出す。全く敵軍に動きがありませんが。やはり、得意の山岳戦に持っていきたいのであろう。敵に動いてもらうためにも、秀吉様には一旦本陣を離れていただきましょう。総大将のわしに、ここを離れよと。はい、ここは秀長様に任せ、2万を率い長浜城へお移りくだされ。それがしが、秀長様についておきまするゆえ、ご安心なさらず。2万も離脱しては、兵数が同じになるぞ。そのくらいにせねば、敵軍も動きますまい。わかった。ならば、秀長と共に指揮を頼むぞ。はは。こうして、柴田軍をおびき出す狙いで、2万の秀吉本隊が戦場を離脱した。その知らせは即座に柴田勝家に入った。との、羽柴に動きが。ようやく攻め込んできたか。いや、その逆で、秀吉本隊2万が、長浜城に向け撤退しておりまする。秀吉が2万を連れ、撤退じゃと。な、舐めた真似をしようって。これは、我らをおびき寄せる策なのでは。策じゃろうが、なんじゃろうが、鬼柴田と呼ばれたわしを軽んじる行為は、絶対に許せぬ。勝ちてる、槍を持って参れ。はっ。わし自らが出向いてやろうぞ。狙いは、実山砦じゃ。者ども、わしに続け、出陣じゃ。秀吉の撤退に怒った柴田勝家は、自らの部隊を動かした。柳瀬山を下ると、北陸街道を南下し、堀秀政が詰める実山砦を目指した。何?大将自らがこの砦に向かってきているじゃと。敵軍はおよそ1万、他の敵砦に目立った動きはない様子。すまぬが、田上山の秀長様にもこのことを知らせてまいれ。承知。よし、皆の衆、敵の大将自らがここに向かってくる。士気は高いはずじゃ。この砦を奪われれば、当軍の布陣は大きく崩れることになる。死ぬ気で守るのだ。よし、鉄砲隊構えよ。砦に向け放て。柴田勝家の鉄砲隊が威嚇射撃を行い、最初の戦いは始まった。あれは威嚇射撃じゃ、どうずることはない。攻め上る敵兵にのみ代用せよ。ははは、秀政は臆病者じゃな。ならばこちらから。権六殿、大将のそなたが勝手に何をしておられる。見ての通りじゃ、秀吉が舐めた真似をするゆえ、わしの権六無双で砦を一瞬で陥落させてやろうとな。軽率な動きは軍の統率を乱すもとですぞ。道義山の敵に後方を突かれれば一気に劣勢となる。ならば長近の部隊は後方の敵に当たってくれい。新明山の木村や高山の部隊も向かってくるであろう。わしの部隊だけでは数が足りぬ。敵に動かれては手遅れとなる。ここは一旦下がってくだされ。くそ。ならばこたびは長近に免じて砦攻めはやめる。者ども、本陣に戻るぞ。何?もう引くのか?権六は何しに来たのじゃ?追い打ちに向かいましょうや。いや、官兵衛殿の指示で砦を出てはならぬと言われておるで。追い打ちは不要じゃ。はは。こうして最初の戦いは大きな戦に発展することなく終わった。しばらくして秀吉が本陣に戻るも、両軍とも膠着したまま時はさらに過ぎ、退治からおよそ1ヶ月が過ぎた頃、新たな動きが起こる。それは秀吉も官兵衛も想定していなかった美濃の地であった。よし、稲葉も斎藤もおらぬ今ぞ。守備兵はわずかじゃ。岐阜城を奪うぞ。かかれ。岐阜城下に軟禁されていた織田信長が一向に動かない柴田勝家にしびれを切らし、監視兵が少ない時を見計らい再び立ち上がったのだ。信長は岐阜城を奪還すると周囲の豪族を集め、秀吉への敵対行動に動いた。さあ、信孝が岐阜城で挙兵したぞ。バカな。一
鉄殿は何をしておるのじゃ。油断しておったのでしょう。おそらく大垣に戻っているのでは。ここで信孝様に動かれてはいろいろ厄介じゃ。岐阜に向かうぞ。こたびは勘弁もと申せよ。はは。またも戦場を離れることとなった秀吉は2万の本隊を率いて岐阜城に向かった。岐阜城で織田信孝が挙兵したこと、それを鎮めるために秀吉が美濃へ向かった知らせを聞いた柴田陣営では、おじご、こたびこそわしの部隊を動かしくだされ。策があると申すか。いかにも、わしと勝政の部隊はこの尾根伝いに南下し、余呉港を迂回し、静ヶ岳砦と大岩山砦を奇襲。うまくいけば岩崎山の高山隊までも駆逐でき、ここらの砦が制圧できまする。木の元の橋は本陣の手薄といえど、神明山砦にも敵兵はおる。さすがに無茶であろう。ならば別所山に陣取る前田利家殿の部隊を権現坂まで前進させ、東からの進軍に備えるならいかがでございましょう。うむ、それならばよしとするが、大岩山砦の首相は荒木村重にも一目置かれた中川清秀じゃ。決して無理をしてはならずじゃぞ。承知。猿は動きが早い。奇襲が知れればいずれ戻ってこよう。その前に終わらせておく。自信があるなら行ってまいれ。自信もりもり森政じゃ。お任せあれ。今宵出立といたします。ま、任せてよいのか。佐久間森政の策を採用した柴田勝家は、前田利家にも前進を指示すると、夜のうちに柴田の各軍が動き出した。森政隊を先頭に柴田勝政隊が続く形で、権現坂を越えると、余呉湖を反時計回りに進軍し、勝政隊は静ヶ岳砦の桑山隊に、佐久間森政はその先の大岩山砦を守る中川清秀隊に奇襲を仕掛けた。よし、敵は完全に油断しておる。一気に砦を奪うぞ。かかれ。何、南から奇襲者と迂闊であった。急ぎ車の防衛に入れ。豪遊で知られた佐久間森政隊の勢いは激しく、中川隊の守る車は次々に制圧されていった。ははは、あの中川隊もわしの前では赤子のようじゃ。この調子で一気に本車まで制圧じゃ。佐久間森政とお見受けした。わしは中川清秀じゃ。おう、赤子隊の中川隊長にござるわ。わしと勝負じゃ。望むところよ。おや、お年を召していては槍もまともに動かぬようじゃな。鬼現場と呼ばれし、わしの目には止まって見えるぞ。な、何を。わしにはこの砦に構っている暇はない。遊びはここまでじゃ。さらば。大岩山砦で首相中川清秀討ち取ったり。大岩山砦で陥落の知らせはすぐさま岩崎山砦の高山右近に届いた。な、何ですと。中川様がお討ち死にと。か、神よ、イエスよ、キリストよ、どうか私を。高山様、どうか私をお救いください。右近様、佐久間勢が間もなく砦に指示を願います。で、撤退じゃ。砦を捨て本陣に撤退とする。は、はは。中川清秀の討ち死にを知ったからか、それとも佐久間隊の勇ましさに怯えたからか、岩崎山砦を守る高山右近は戦うことなく砦を捨て撤退してしまった。この柴田軍の奇襲攻めの知らせは翌日の4月20日早朝、羽柴秀吉に届けられた。幸いにも揖斐川の反乱により大垣城で足止めされていた秀吉はその知らせに即座に動いた。な、何、中川清秀が。サスケ、本禄本体は動いていないと言ったな。ああ、現場城に留まったままだ。勘弁、どう見る。佐久間森政の単独行動なのか。そうですが、この大岩山砦や静ヶ岳砦を佐久間森政隊、柴田勝政隊が奇襲し、前田利家隊が茂山まで前進して木村殿の動きを見張っておるということは、柴田勝家の指示を受けての動きにございましょう。奇襲成功の知らせがまだ敵本陣に届いておらぬだけやも。よし、ならば権禄が動く前に砦の奪還をせねばじゃな。それが急務かと。勘弁は伊勢の織田信勝様の部隊を岐阜攻めに向かわせるよう指示を頼む。はは。サスケ、鏡山砦の秀長隊を北上させ、街道からの権禄の進行に備えようと伝えてまいれ。わかったぜ。三成、はっ。これより全軍、二国のうちに木の元へ戻る。二国ではさすがに。やるのじゃ。中国大返しの要領じゃ。急ぎ、街道沿いの各所に、水、握り飯、会話の支度をするよう伝えてまいれ。は、安春。お呼びで。全軍に木の元への大返しの旨を伝え、
先鋒隊は即出立させるのじゃ。国のうち日の元へ戻れぬ将は領土没収とするとも伝えよ。二国ではさすがにやるのじゃ。三成と同じことを申すな。先に権六に動かれてはこちらの負けは確定じゃ。日のあるうちに砦奪還、それだけを考えよ。はっ、では全軍に伝えてまいります。よし、皆の者、北近江まで全力でかけるのじゃ。秀吉は軍を反転させ猛スピードで北近江に向け進軍した。一方、大岩山砦、岩崎山砦を奪った佐久間盛政隊は、静ヶ岳砦で桑山隊と交戦する柴田勝政隊の援軍に向かっていた。くそ、大岩山から煙が陥落したのやもしれぬな。大岩山砦、岩崎山砦ともに陥落、佐久間盛政隊がこちらに向かっているとのこと。くそ、ここも落とされれば負けは濃厚となるか。よし、盛政隊がこちらに向かっておる。この砦が奪えれば我らの勝ちは決まったも同然。皆の者かかれ。佐久間さん、殿からの伝令です。おじごからか。申せ。秀吉が戻ってくるかもしれぬゆえ一旦引き上げよとの命にございます。て、撤退せよじゃと。バカな、おじごは何故そんな弱気なのじゃ。わしは撤退せぬ。このまま静ヶ岳も奪い布陣するゆえ、おじごの本隊も前進し砦攻めをしてくだされと伝えてまいる。されど撤退は殿の命ですぞ。構わぬ、秀吉は今岐阜なのじゃ。戻ってくるにも数日はかかる。それまでに一つでも多くの砦を奪うことが肝要。仲間は清秀が撃たれたことで敵は動揺し士気も下がっておる。この機を逃しては勝ちはない。おじごに急ぎ前進をと伝えてくるのじゃ。佐久間盛政は秀吉本隊が岐阜城攻めを行っている最中だと思い込み、すぐには駆けつけてこないと踏んでいた。それが一つ目の過ち。そしてもう一つの過ちは、秀吉以外の援軍を想定していなかったことだった。重春、お待たせじゃ。皆の者、静ヶ岳砦を奪われてはならぬぞ。援軍に向かえ。殿、援軍感謝いたしますぞ。よし、ここからじゃ。ボングルバに敵を入れさせてはならぬぞ。今長秀の援軍が琵琶湖北の海津港から船でやってきたのだ。上陸した丹羽隊は小山隊と合流し、柴田勝政隊とぶつかった。何、丹羽長秀の援軍じゃと。ならば盛政殿の援軍が来るまでは砦詰めを止める。一旦引くように伝えよう。はっ。丹羽長秀の援軍が入ったことを知った柴田勝政は、佐久間隊が到着するまで待つことを決めた。その頃、横湖北の茂山に陣取っていた前田利家は、父上、佐久間様は力士に勝る者の筆ですが、すでに二つの砦から煙が昇っておりますぞ。この機に我らも東の砦を攻め武功を。いや、親父様からはここで敵の動きを監視せよとの命じゃ。勝手に動いてはならぬ。さようでしたな。佐久間様の働きでこちらの勝利は見えました。あとは羽柴秀長の守る砦を崩せば。いや、秀吉という男を舐めてはならぬ。親父様は盛政に撤退を命じておる。すでに伝わってもおろうが、あやつの性格じゃオラオラ天狗になって命を無視しておろう。確かに撤退する気配がありません。土地長、つまらぬことを聞くが、そなたの越前府中城に兵糧の蓄えはいかほどある。蓄えですか。およそ半年分ですが、何故そのような。いや、何、つまらぬことを聞くと言ったであろう。さて秀吉、この状況をいかにするか見ものじゃな。はあ。秀吉をよく知る前田利家の勘は当たった。大垣城を立った秀吉本隊2万は50キロを超える道のりをわずか5時間で駆け抜ける、後の世で美の大返しとも呼ばれる迅速行軍を見せ、夕刻前には木の元に入り各隊に指示を出した。皆の者、ここまでの行軍大義じゃ。されど戦に勝たねばこの行軍も水の泡となる。わしが皆を褒めるは戦に勝利した時のみと心得よ。殿、それがしに先陣を切らせてくださいませ。なわけか。先陣はわしと決まっておる。弱敗者は下がっておれ。ははは、これはした。脇坂様がわしを弱敗者と侮るとは笑いが止まりませぬ。なんじゃと。喧嘩をするな。すでに静ヶ岳砦が攻められておるのじゃ。先陣もクソもない。支度できた隊より砦の奪還に向かうのじゃ。秀吉は休むことなく静ヶ岳砦の援軍に主力を向かせ、そして黒田官兵衛の別動隊には大岩山砦、岩崎山砦の奪還に向かわせた。まもなくして秀吉到着の知らせが佐久間盛政に入る。
佐久間様、大変です。あ、羽柴秀吉の主力が後方から迫っております。なに、もう秀吉は戻ってきたのか。森政殿は新手をお願いしまする。それがしは砦を受け持ちまする。よし、砦は頼んだ。者ども、参るぞ。ついに羽柴主力と佐久間隊が激突した。おい、政範殿、道が違うぞ。うるさい、皆と同じ道では元は稼げん。迂回してきたから攻める。まあ、勝手にせよ。さすがの猛将佐久間盛政も羽柴主力の士気の高さ、そしてその数の多さに徐々に押されていく。さすがに数が多いな。このままでは逃げ道を失うか。よし、一旦前田隊のおる茂山まで撤退とする。引け。森政殿の撤退のホラ貝が鳴ったか。我らも撤退するぞ。よし、敵は崩れた。追い打ちに向かうぞ。拙者宿屋七左衛門と申す。ここから先はわしを倒してから。すまぬが先を急ぐ。北に撤退する佐久間隊、柴田隊を羽柴主力隊が猛追撃し、権現坂あたりで柴田勝政が脇坂隊に捕まった。拙者羽柴秀吉の近侍脇坂康春と申す。柴田勝政殿とお見受けしまするが。ああ、こうなっては逃げも隠れもせぬ。ならばここで。解釈を頼む。父上、命に背き申し訳ござらん。先に行って参ります。敵将柴田勝政討ち取ったり。何、勝政が撃たれたじゃと。佐久間様、ただ大変にございまする。なんじゃ。前田隊が茂山を下りで撤退しております。バカな、なぜ御詰めの前田殿が撤退するのじゃ。くそ、援軍は見込めぬ。なんとしても陽一山砦まで撤退するぞ。茂山で戦況を見ていた前田利家は、撤退する佐久間隊を救援するのではなく山を下り撤退してしまった。これには新名山砦の木村隊も驚きを隠せなかった。前田利家の撤退を見た天神山砦の金森長近、柏谷山砦の不破直光も同様に砦を捨て撤退してしまい、柴田軍は味方の敵前逃亡による総崩れ状態となってしまった。その様子を佐野山砦から見ていた堀秀政は、急ぎ最前線に布陣する羽柴秀長に状況を伝えた。秀長殿、どうも敵の様子がおかしい。前田利家隊、そして金森隊も撤退を始めたぞ。ここからも撤退しておるように見えるが、ひとまず兄上からの指示があるまでは追い打ちはせぬでおこうぞ。我が家も知れぬからな。その頃、佐久間盛政を追う羽柴隊は権現坂を越えたあたりで佐久間隊を見失っていた。政範殿、もうここらでよかろう。じゃな、清政見てみろ。背後家よし、なかなか手ごわかった。ほほほ、わしは柴田勝豊の旧家老山地政国じゃ。これは殿に褒められるじゃろうな。なんじゃと。少々格が上だからとて撤退する敵将を撃ったのでは手柄とは申せまい。それは政範殿とて同じこと。お二方やめなされ。茂山に入れとの殿の命が入った。向かうぞ。はい。木の本本陣の羽柴秀吉は前田利家らの撤退を聞き、馬回り衆を引き、横湖北まで陣を前進させると各地から入る状況を確認した。官兵衛、またその撤退はおびき寄せ策ではなく誠の撤退じゃと申すのだな。はい、柴田勝家からの命ではなさそうにございます。金森隊、不破隊も同様かと。勝手な撤退か。またさらは今後を見限ったのやもしれぬな。よし、秀長のおる最前線まで陣を進めるぞ。はは。一方、撤退を始めた前田利家は単身で柴田勝家のいる現場お城に立ち寄った。親父様、このような身勝手な行動を起こし誠に申し訳ございません。今この場にて攻めを追い切腹いたしまするゆえ、前田隊の撤退をお見逃しください。またぞ、やはりそなたは秀吉の調略を受け入れておったか。いや、調略は受けておりましたが乗ってはおりませぬ。ならばこの撤退はどう説明する。秀吉とは竹馬の友、元より戦いたくはない相手。そしてこたびの美濃からの大返しを成した秀吉を見て感じたのです。奴ならこの天下を治めることができるのではと。わしではなく猿が天下を治めるじゃと。はいはい、じゃと。ははは、悪びれもせず申すのを。それぞまたざじゃ。こうなってはすでに親友は決した。ここでまたざの首をはねたとて何になろう。さあ、わしの気の変わらぬうちにここを立ち去れい。親父様、もうわしを親父とは思わぬでよい。さあ、ここから立ち去るのじゃ。ならばごめん。勝ち手ではおるか。はっ、ここに
間もなく羽柴軍の追撃が始まろう。そなたに真狩を任せる。頼まれてくれるな。はは、撤退の時を稼いでみせまする。うむ、北の城でまた会えるのを願っておくぞ。はよし、皆の衆、引くのじゃ。無念じゃが、北の城まで撤退とする。急ぎ陣払いをせよ。兄上、絶好の知らせでは、柴田勝家も陣払いを始めておると。やはりか。ならば、すぐにも追い打ちに向かいましょうぞ。まあ、焦らぬでも、権現坂に向かわせた部隊が戻ってからでよかろう。おそらくは、撤退した前田利家、金森長近、不破直光らは、当家に進軍するつもりなのでしょう。あとは、越中の薩摩成政、そして柴田勝家が降伏すれば。権六だけは、絶対に降伏を認め、あやつを生かしておっては、常に、庭に虎がいるようなものじゃ。自害するまで追い続けてやるぞ。もしや、お市様を奪いたいだけでは。ま、馬鹿を申せ。ならば、こたびの戦はここまでであると。うむ、そうじゃ。皆の者、こたびの戦はここまでとする。じゃが、明日より北陸への追撃戦を行うゆえ、今日はゆっくり休んでくれ。中川清秀をはじめ、多くの仲間を失ったは辛いが、あの権六を追い返したは大きい。それも、皆の働きのおかげじゃ、秀吉、礼を申す。よし、越えたからかに頼むぞ。勝ち時じゃ。こうして織田家を二分する戦いとなった静ヶ岳の戦いは、柴田軍の前田利家平の撤退により羽柴軍の勝利に終わった。この前田利家の敵前逃亡とも言われる撤退の真相は今も解明されておらず、様々な説が語られており、歴史ミステリーネタの一つとしてテレビや書籍などで今もなお話題となっている。この後、越前北の庄城まで撤退した柴田勝家は、羽柴方についた前田利家らに城を包囲され、お市と共に炎上する北の庄城にて自陣し果てることとなる。その後、越中の薩摩成政も秀吉に抗議し、北陸方面の反秀吉勢力の駆逐に成功する。一方、美濃の岐阜城にこもる織田信孝は、柴田勝家敗走の知らせを聞き、信勝に降伏。その後、尾張の地にて自陣させられるのである。残る伊勢の滝川勝正は、しばらく長島城で孤軍奮闘するも、7月に降伏。勝正は全ての所領を没収され出家し、実居生活を送ることとなる。こうして羽柴秀吉に抗う織田方の将はいなくなり、織田家はいよいよ秀吉のものとなっていくのです。ここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。